どうも、IS120% の男、ブス島です。イブ、バーストエラー、マリナ編実況プレイ、やっていきたいと思います。はい、前回マリナがね、追いかけてたら、なんか、ミドがパックリと死んでましたという感じです。そして船が爆発して大混乱という感じでございます。というわけで続きやっていきましょう。いや、白熱してきましたね。行きましょうか、早速ね。船尾かな？そうよ、デッキの方から回っていきましょうと。そうだし、船尾へ行くわよ。ということでね、ポーンと。トリスタン号の皆様、速やかにパーティー会場へお集まりください。落ち着いてかつ迅速に行動してください。慌てる必要あります。アリマンになってるね。アリマンになってます。繰り返します。慌てパーティー会場へ行く人々がいるわ。さあ、私の行き先は分かってるわよね。はい、ということで第二機関室へやってまいりました。ひどいアリ様だわという感じですね。まあ一部ね、なんかね、コメントが間違ってたというか、テキストが間違ってアリマンになってましたけど、まあまあまあいいでしょう。さあ行きましょう。ある程度予想はしていたけど、あちこちでパイプや壁が倒れている。もう機関室としての機能はしてないみたいね。ガチャッと、キャッ、グキッ、いた、手をくじいてしまったわ。痛い、ひどく痛む。コードやスチームが吹き出していて危険だわ。気をつけないと。でもこんな惨状じゃもう、おじさま、いたら返事して。おじさま、返事してったらすぐそばにいますよ。おじさま、おーおお、生きてんじゃん。おじさま大丈夫？少し痛いですな。待って、今助けるわ。ほほほほほ、びくともしませんな。もうこんな簡単に痛。ほほ、大丈夫ですかな。ごめんなさい、さっき手をくじいてしまって。そりゃいけませんな。そういえばシリアは？私の足元におります。なんとか彼女だけでもと思っているのですが。待って、嘘。おじさま、あ、足が見事にぺちゃんこでして、血がすごく出てる。うわ、こういう時でもマリナの谷間に目が行ってしまった私はダメ人間ですね、本当にね。カツラギさん、うわかっこいいな、カツラギ。ま、私も熱き血の通う人間ですからな。怪我をすればバカ、このままじゃ死んじゃう。ま、ここまで来ると痛みはほとんどありませんがね。冗談言ってる場合？ほ、とりあえずシリアだけでもそちらへ引っ張っていただけませんかな。わかったわ。ググ。ダメですか。はは、この重いパイプが邪魔なのよ。ふむ、見た目でも100キロ以上はありそうですな。こう考えるとあのミドウのやったことほんと最悪だな、あいつ。私一人の力じゃ無理よ。仕方ありませんか。待って、人を呼んでくるか。10分もあれば帰ってこれるわ。10分ですか。ほほ、どうしたの。気づきませんか、足元に。え、浸水。おお、どんどん水まさが増してきますな。このままだとあと5分くらいでこの部屋全体が。嘘、どうしようもありませんな。バカ言わないでよ。なんとか手を尽くせば。手を尽くしても無理でしょう。第一、足がこれですから。足が完全に血もたくさん出てる。でもいや、結構これいいシーンだな。これやばいな。私はともかくシーアだけでも助けてあげればと思いましたが、とにかくみんなを早く避難させてください。あなたのような方が上では今必要なはずだ。そんなの嫌よ嫌。おお、こんな鉄パイプ私一人で無理ですな。それだけにも100キロは超えますからな。とくじ立てで無理をしてはいけません。カツラギ、お前かっこいいな。おい、ふざけないで。おじさま、最後まで諦めないで。どうしようもありませんな。これじゃいやよいやよいや。ということで北条さん、聞いてください。最後に父を揉ましてくれとかそんなことは言わないよな。だっておじさま死んじゃう。人間いつかは死にますよ。死ぬなんてダメだからね。時間がありません。聞いてください。時間がないから聞いてる暇もないんでしょ。北条さん、何よ、ぐすっと。いやいやいや、いいシーンじゃの。あなたは頭のいい人だ。計算もきちんとできる。できれば私の言ってることも理解できるはずだ。いやよ、だって結婚の約束したじゃない。そうでしたな。結婚約束などしたの北条さんが初めてです。いい思い出になりました。ふざけないで。弥生もあなたの娘もこの船に乗ってるわ。ふむ、あれには3ヶ月ほど会っていませんが元気ですかな。自分で確かめなさい。3ヶ月なんだよな。でもな、俺もっと時間経ってると思ってたよ。
無理ですな、この手たらくですから。弥生に私なんて言えばいいの。言う必要はありません。なぜよ、親の死に目に遭う権利が子供にあるはず。しかしあれに何というのです。実は父親が生きていたがついさっき死んだとでも。お、水かさがもう腰まで。そろそろまずいですな。おじさま、いやよいやよ、いやいやいや、鈴木さん本当疑ってごめんな。最初あ、そんな顔をくしゃくしゃにして美人が台無しですな。おじさま、お願いお願いよ、もう行きなさい。このままだとあなたまで溺れてしまいます。ここにいる北条さん、私もおじさまと。ダメだ。ほほ、怒鳴ったりして申し訳ない。いやでもこの立場だったらそうだろうな、言うだろうな。行けって言うな。うん。ぐす、おじさま。北条さん、一つだけ言い訳をさせていただければですな。何？テラーというのは確かに情報部の実行部隊を指すコードネームだった。それを編成したのはこの私だ。だがそれに嫌気がさしたのも事実でしてね。ほほ、やはり言い訳にはなりませんかな。う、おじさまはさっき自分のケリをつけるため戻ってきたと言ったわ。罪の償いはしたのよ。優しい女性だあなたは。おじさま、北条さん、私はこう見えてもエゴイストでしてね。弥生のやつを頼みます。あいつは小次郎の次くらいに心配な種でしてうん、あともう一つテラーを。え、ゴーキャー、これはいかん、早く行きなさい。テラーが、どうしたの。おじさま、プリシアの言動に注意しなさい。あと真横の。おじさま、うわうわわ、スーパーマンだと思ったのな。ふ、なかなかに心配させるお嬢さんだ。焼けるわね。お、シリアもいいね。起きたのか。少し苦しいわ。肩にもたれかかっていい。うむ、美人に貸せぬ肩はない。自分の娘だからな、これでもな。ふう、気分はどうかね。血がたくさん出たから少しは体が辛くなったと思ったんだけどね。逆に重くなるのは物理法則に反するな。少し寒いわ。腰の上まで水が来たか。一緒にお風呂入ってるみたいね。うむ、親子水いらずというわけだな。親らしいことなんて一つもしなかったくせに。そうだな、あなたの死に目くらい見てやらないと気が済まないわ。う、大丈夫かね。もう少し疲れてしまったわ。シリア、お前にはすまないと思ってるよ。最後まで利用してしまった。やめてよ今更。あなたが情報部を去るとき、私は二重スパイとして残す。お互い納得済み。あ、すべて計算済みかよ。いや、す、おすれ言ったな、これ。面白いぞっていうか、いや、いい話だな、おい。そうだ、お前は随時私に情報を流してくれた。そのおかげで刑務所の襲撃もかわせたしな。プリシア様は、あなたの読んだ通り、そうか。大丈夫かね。うん、少し疲れたけど。そうか。ね。うん、私のお姉さんのこと聞かせて。弥生か。うん。気が強くて負けん気が強い割に人一倍寂しがりやなわがまま娘だ。あなたのことじゃない。ほほ。早いうちに母親を亡くしたせいか、小さい頃は私にべったりだったからな。昔はパパパパと泣きながら抱きついてきたものだが、いつだったか、どこの馬の骨ともわからぬ若造を連れてきて、あの若造が今や私を死ぬかもしれんとはな。ほほ。なあシリア、確かお前は小次郎と。シリア、ああ、死んじゃったか。そうか、眠ったか。情報部で私が鍛え上げた娘、利用したかっただけなのだろうな。己のエゴのため、そして後始末のために、その罪の償いをするつもりではいたが、こうも早来ようとは。寒いな。海の水がこんな冷たいとは思わなかったよ。凍えそうだ。抱き合えば少しは暖かくなるかな。ぎゅっと。親としてやってられるのが抱きしめることが、地獄へ行ってもなお罪の償いをする必要がありそうだ。神よ、この女性をできましたら苦しまぬように取り計らっていただきたい。私はどんな罰。いや、いい話だなこれ。ちょっと泣けてくんぞこれやべえ。いや、ちょっといい話だな本当にな。む、水がもう首の元まで来た。
夫婦窒息者一番苦しみが強いという神が貸した罰の一つなのだろう。ムグ、これが死なのか。この感覚が今は恐怖を味わっている。たまらない孤独感と恐怖を。私はまだ死にたくない、死にたくない。もう一人の娘に最後に一目会いたかった。弥生、弥生、あーもう最後だね。いやいい話だな。ちょっとこれ来るぞ結構。左廊下へ来たわ。例のボートはもう着水して乗船客を乗せ始めている。プリシアにマヨコちゃんは、マリナ、や、弥生、探してたんだぞずっと。うん、どうしたんだ、何かあったのか。え、少し目が赤いようだけど。いや、弥生、泣いているのか、どうしたんだよ。弥生、あーこうなるわな、うわーとな。ま、マリナどういうしたんだよ。弥生、弥生、私もう、ま、マリナ何があったんだ。あなたの、いやそこは言っちゃいけないだろう。私のなんだよ、どうしたんだ。弥生、あーんとね。マリナ泣いていたらわからないよ。ぐすぐすと。マリナチーン、あ、は、鼻をぐす。弥生、まったく大丈夫かい。うん、少し気が晴れた。なあマリナ、何その小次郎を見なかったか。小次郎って、天城小次郎。ああ、いないんだ残念ながら。会場に集まっている人の中にいるはずなんだけど。私どうしたらいいのかわからなくて、探しに行くにしてもどこをどう探したらいいか。弥生さん、おお、プリシア、北条さん、よかった。これであと2人ですね。いやでもテラー、ほら二階堂やられた時もそういえばこの BGM 流れてたよな。ふと思い出したけど、たまたまか。よかった、これであと2人ですね。あと2人、北条さん、葛城さんは。マリナ、私ならここにいるが。あ、弥生さんではなくもう一人のお名前が一緒。プリシア、あ、はい、うん、そんな話は後でね。わかりました。それより弥生さん、小次郎は見つかりましたか。いや、まだなんだ。まったく、どこへ行ってしまったのか。プリシア結構やべえな。内情知らねえから。乗客の皆様はもう転校済みです。あとは小次郎と御堂真代子さん2人だけ。真代子ちゃんも行方不明なの。はい、しかも客室にはいませんと。いない、多分、戦争以下のエリアに入ったのではないかと。船の下の方ってやばいじゃん。ええ、ちょっとどうすんだよ、どうするんだマリナ。探しに行きましょう。ああ、そうだな。じゃあ私は動きやすい服に。弥生は残るの。ば、ふざけるなよ。マリナだけ行かせて私だけ脱出なんてできるか。私は公僕よ、市民の皆さんを守る義務がある。私は私立探偵だ。いやいや、お願いよ、小次郎は連れて帰る。しかしあなたに何かあったらおじさまに顔向けできないの。おじさま、お願い、残って。2人は絶対に私のプライドにかけて連れて帰ってみせる。もうこれ以上誰も死なせない。私も行きます。なんか気をつけろって言ってたな、プリシアにな。私はエルディアの女王です。いや、むしろおめえ残れよ。だから早く逃げて。命を懸ける者がいるというのに、後方の安全な場所に隠れているわけには参りません。ここはもう公海上。この船はエルディア国籍、つまりこの場所はエルディアなのです。王の責務なら他の場所で全うすべきじゃない。あなたの命はもうあなただけのものじゃないわ。わかってます。自分のエゴということは。わかったわ。そこまで言うなら。マリナ、お願い、弥生、必ず連れて帰る。うん、小次郎をよろしく頼む。ええ、話だとあと30分は待つって話だ。必ず戻ってきてくれ。分かってる。でも待ってる時がこの手のことって一番きついよな。大丈夫よ、もう誰も死なせない。うん、プリシア、戦争に行く道は他にはない。左廊下の階段からは。あそこはもうダメよ、水が浸かっているわ。他のルートはない。デッキ下の第一機関室から中に入ることができると思いました。第一機関室か。OK、分かったわ。デッキに移動するわね。もう誰もいないわ。みんな救命ボートへ退避したんでしょう。時間がありません、早く。ええ、機関室へ降りましょう。さあ行きましょうか。暗いわ、明かりが消えている。非常灯もここは壊れてしまったんでしょうか。うっすらと見えなくはないわ。
とにかく進んでみましょうということで、おお、ちょっと面白くなってきたぞこれは。さてと、じゃあもうちょい進めてみるかこれ。はい、ということでセーブをいたしました。まあとりあえず進んでいってみますかね。これね、前に進むと、そうね、前に進まやよということで、足元に気をつけてくださいということで、いないみたい。どうしたのかしら。もうはいはい、前に進む進むと、もう少し明かりがあればいいんですけど、とにかく進むか。誰もいませんね。誰かいないみたいよ。もうとにかく進もう。苦しまぬように取り計らっていただきたい。私はどんな罰。いや、いい話だなこれ。イブバーストエラー。はい、ということでね、どん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 と、これね、ちょっとね、ここだけちょっとね、ネタバラシをしてしまうと、実は合図なんですよこれ。実はね、一つ言ってしまうと、実は小次郎がこれどんどん叩いてるんですよこれ。ここだけ言うと、これもマルチサイトシステムの一環なんですけど、小次郎でどんどん叩いてないと実はね、この先進めないってやつなんですよね。ここの部分はちょっと、ここだけちょっとネタバラシしちゃいましたけど、まあどんどんどんということで、あ、今聞こえました。確かに北条さん、え、横に道があります。気をつけません、気づきませんでしたか。きっとそっちの方からだわ。じゃあ行きましょう、進むわよ。確かこの辺りから聞こえてきた。だいぶ明るくなってきましたね。ほら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 、おー、なんかほんとイブってグラフィックめちゃくちゃ使ってんな。このドアの向こうにいるんでしょうか。もう先は行き止まりよ。ここしかないわ。でもパイプがねじ曲がっていたりして、本当にここに、こっち側のドアを叩いてみましょう。お、叩いてる。誰かいる？おうおう、返事がありませんね。もう一度。誰かいる？返事をして。北条か。小次郎、小次郎ね。おお、ここで、面白いね。ここで会うんですよ、これ。いや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 、いいですね、いいですね。そうだ。まだ船は沈んでいないんだな。ええ、でもかなり危険な状態よ。取っ手部分がいかれちまってるんだ。は、はい。銃で破壊する。離れて。いい？ OK だ。おー、カチャッ。危ねえぞ、そんな風に水平に撃ったら。跳ね返ってくんぞ、これ。長弾あるからな。キャー。長弾だわ。伏せて。そうそうそう。非常灯もやられちゃったわ。プリシャー大丈夫？は、はい。意外に硬い扉じゃない。これだと？こう、おー、何か、北条さん？何今の音？おお、ドドン、おお、キャー、プリシア、おお、おお、どうなんだよ。ちょっと、これ、てんてんてんと。静かになったな。ええ、みんな平気？プリシア、マヨコ、私は大丈夫と。プリンは？プリシア、まさか、はぐれたんじゃ。プリシア、返事して。はい、ここです。よかった。これ全員か。はい、うん。すごい揺れだったわね。天変地異でも起こったのかと思ったが、単なる人災よ。プリシア、てんてん、おそらく船の二次爆発が起こったんだわ。なんでそんなことになった？おー、寒いわ。もう私のドレス貸してあげようか？うん、だってマリナさんそれ脱いじゃったら裸になっちゃって大丈夫？マリナは。失礼に、ちゃんとパンティ履いてるわ。そういう問題じゃない。ちょっと笑えない状況ね。マリナさん寒くない？私はいつも裸みたいなもんだから大丈夫なのよ。何よそれ。しかし静かだな。はい、やけに静かです。やべえな、薄暗いわ。だが目は少し慣れてきたぜ。おお、戦争のようね。少し薄暗いわ。しかも船の一番底ってわけだ。静かですね。誰もいないみたい。あの爆発のおかげで合流はできたけど、今度は全員戦争の中か。二重層なんてやつだな。しょうがない、不可抗力よ。別に攻めちゃいないさ。マリナね、テントで冷えますね。随分と寒気がするわ。相変わらず床は傾いてるな。いや、以前と傾斜が逆向きだぞ。今度こそ本当に。トリさんは設計段階では不沈客船と言われている。どっかのタイタニックとかいう船っぽいな。ま、船底に穴が開けばどんな船でも沈むしかないわよ。現状の確認をしたいところだな。私たちまさか、即断禁物よ。わからないわ、まだ。
可能性はあるかな。もう心配させること言うなって言いたくなるけどな。まあまあまあしょうがない。周りの点で静かですね。水滴の音が聞こえてくるわ。おー、広い戦争だな。ええ、ここからが共通パートになってて、とりあえず小次郎編終わってからじゃないと話の辻褄が全然理解できないんですよね。ということで、マリナ編はとりあえずここまでという感じにしたいかと思います。で、小次郎編を今継続してるので、そちらの方が終わり次第感動のエンディングっていう感じになるかな。というわけでね、めちゃくちゃ長編のイブバーストエラーということですが、マリナ編はここで終わりということにしておきたいかと思います。いやー、ずいぶん長いね。超絶長編だね今回ね。はい、ということで今回はこれくらいにしておきたいかと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございます。マリナ編はとりあえずここまでということで、それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。ちなみにアンパン、メロンパン、じゃがいも入ってるあのパンにしとくか。でかいな。こっち行ったんで逆の方も行ってみましょうか。だからこういう演出やめろ、怖い。あ、ちょ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 、痛くない痛くない痛くない。完全に見つかっただろ今。あ、そこ不吉なこと言うな。青か、まあ水玉も嫌いじゃない。 OK だ OK だ。ちっこいけどちゃんと動くね。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。